斉藤博士10月18日隊は、日本の政治家、全員山形県知事、国際教養大学国際教養学部グローバル、ビジネス家庭客員教授、斉藤博士とも、日本銀行を経て、山形銀行の総合企画副部長や監査、副部長などを歴任。その後、2005年1月の山形県知事選挙に、地元選出の衆議院議員である。 加藤光一の支援を受け出馬する。1993年、現職の板垣誠一郎の任期途中の辞職で行われた知事選挙で、加藤は近藤哲夫や岸光一が推す副知事の高橋和夫の出馬に対抗し、土田聖吾を推したが敗れた。2005年の選挙で4選を目指す高橋は、共産党を除く県議会全会派から支持を取り付け、 県内市町村長の多くも支持し、地元財界、マスコミ、県職員労働組合などからも支持を受け、オール与党体制で当時は現職の高橋当選が確実視されていた。県内選出国会議員も高橋支持を打ち出す中、加藤は現職である高橋の4選を阻止する理由で対抗馬となる新人候補を探し、斎藤を擁立した。 斉藤自身出馬の足掛かりを探しており、近藤洋介には断られていた。自民党所属の県議会議員の中には高橋を支持する者もおり、大方の予想としては斉藤当選は厳しいとの見方が支配的であった。しかし、結果は4477票という僅差で斉藤が当選した。勝因は現職の高橋が年齢的に高齢だったこと。 県民が長期政権による閉塞感に不満を持っていたこと、楽勝かと思われたことで、高橋の支援団体の選挙活動がおろそかになったことなどと言われている。2006年、前の高橋県政下では副知事を務め、J リーグに加盟しているモンテリオ山形の運営母体である、山形県スポーツ振興21世紀協会の金森義弘理事長を任期満了で退任させる。 その後、公認人選を、日本サッカー協会会長の川淵三郎に依頼し、川淵が推薦した鹿島アントラーズ元専務の解保、先生を同協会の新理事長に迎え入れた。2009年の山形県知事選挙に、自由民主党など事実上の与党側の支持を得て、2期目を目指して部所属で出馬した。これに対して、民主党、社会民主党、 日本共産党などの野党側は、無所属の新人で、山形県教育委員会委員などを務めた、行政書士の吉村美恵子を連合山形と共に支持、2009年に入ってから、初の与野党対決型の選挙に突入した。斎藤は、初選同様自民党の加藤、遠藤俊明などの支援を受けたが、岸幸一ら一部の自民党議員は吉村を支持した、ことや、 自民党が第45回衆議院議員総選挙への代用に追われていたことなどのため落選した。2010年4月18日に杉並区長、山田広白地方自治体首長経験者と共に日本総新党を結成し政策委員長に就任した。7月の第22回参議院議員通常選挙で比例区から立候補するが落選した。11月に政策委員長を辞任。 2011年1月から国際教養大学の教員を務めている。2012年9月の日本総新党解散に伴い無所属となった。2015年12月、第24回参議院議員通常選挙に出馬する意向を示し、自民党山形県連の公募に応募したが、遠藤敏明が農業関係者の擁立をすでに決めており、 斎藤が有利となる可能性が高い党員投票も強引に実施しないとしたこともあって選考に漏れた。なお、遠藤が擁立した自民党候補者は野党統一候補に惨敗した。ありがとうございます。